皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。7月16日から放送スタートするドラマ、南くんが恋人。テレビ朝日系、でヒロインの恋人役を演じるファンタスティックスのヤギ優星、27。画像、彼と同棲すると周囲に、ショートパンツに黒縁眼鏡でヤギの元へ急ぐ、小悪魔アゲハ専属モデルの写真を見る。今年3月には、小悪魔アゲハ、 の専属ギャルモデルとの交際が「週刊文春」で報じられた取材班は今年1月から何度も彼女がヤギの自宅に通い合いを続ける様子を目撃した当時の記事を全文公開する「初出週刊文春」2024年3月28日号年齢肩書きは当時のまま1月13日午後10時地方での仕事を終えた国宝級イケメン が、やや疲れた表情で品川駅に降り立った。Fantastic'sfromEXILETRIBE の八木雄星26。駅を出て、送迎車に乗ったヤギが向かった先には、ボーカル2人、パフォーマー6人の8人で構成される Fantastic's、イカ・ファンタは EXILE 系列のダンスボーカルグループだ。同系列の3代目 JSB や、 ジェネレーションズの弟分として2018年12月にメジャーデビューしたデビューシングルはオリコンデイリーチャートで1位を獲得パフォーマンス力とビジュアルを兼ね備えたファンタの人気は右肩上がり2月から日本全国で開催しているアリーナツアーのチケットの売れ行きも良好です旧ジャニーズの人気に陰りが見える中 多くの女性ファンがフファァンンタに流れ込んでいる芸能記者。女性ファンの心をわしづかみにしているヤギ。ファンタの結成は16年12月翌年に開催されたオーディションで約3万人の応募者の中から見事ダブルボーカルの座を勝ち取ったのが中島聡太と八木だった八木はボーカルとしてグループの地盤を支えるだけでなく俳優としても頭角を現し始めている 俳優デビューは21年。ドラマ、美しい彼、t b s 系で俳優の萩原俊久と W 主演を飾った。同作品でヤギはドラマの国際コンクールではアジア最大級のソウルドラマアワードでアジアスター賞を受賞した。翌年に出演した同作品の映画版でも同じ賞を連続受賞。史上初の快挙を成し遂げた。 波にに乗ったヤギは立て続けにドラマへ出演。3月20日に最終回が放送される「婚活千本ノックフジテレビ系」ではクズ男の幽霊役を公演したテレビ局関係者現在飛ぶ鳥を落とす勢いのファンタの中で一番の人気を誇っているのがヤギだという完璧に整ったビジュアルで多くの女性ファンの心をわしづかみにしている前で芸能記者 実際、昨年12月に発表された女性ファッション誌「ビ i i の名物企画、国宝級イケメンランキング2023年下半期、ナウ部門では、なにわ男子の道枝駿佑を抑えて、八木が堂々の1位に輝いている。八木のマンションに足しげく通う女性の正体、エグザイルの至宝からついに日本の宝にまで成り上がった八木はプライベートも順調のようだ。 冒頭の場面、八木は一目さんに都内の自宅マンションに直帰した。実は最近このマンションに足しげく通う女性がいるのだ。小悪魔アゲハの専属ギャルモデルのピョナさん、23です。昨年の10月頃、ピョナさんが行きつけのバーで八木さんと出会い、意気投合。交際に発展するまで時間はかかりませんでした、八木の知人。 ピョナは、韓国系カリスマギャル、として今、Z 世代から圧倒的支持を得ているモデルだ。ラフォーレ原宿でアパレル店員を務めながら、インフルエンサーとして、韓国の若者の間で流行っているメイクやファッションについて発信。22年4月に、小悪魔アゲハ、の専属モデルに抜擢された。特に同世代の女子を中心に人気を博しています。 プロポーションも抜群で、ピョナボディを目指したい。というファンも急増す中です。スポーツ指揮者。昨年11月20日発売の週刊プレイボーイ。のインタビューでは、自身の恋愛事情について。プライベートで彼氏と別れたばかりなので、今は恋愛は一休みして、仕事を頑張っていきたいです。と宣言したものの、早速新たな恋愛をスタートさせていたようだ。 昨年の秋には2人で大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れ、白昼デートを楽しんだという。前出の八木の知人が明かす、見おわせではとささやかれる大胆な行動。一応、変装派したもののオーラは隠しきれず、気づいたファンに声をかけられたそうですが、そんなことはお構いなし。手をつなぎながら2人の時間を楽しんでいたそうです。 交際期間は半年ほどだという、漏れていたのはオーラばかりではなかった。ファンの間で、匂わせではとささやかれる大胆な行動にも出ていた。1月17日、八木がパーカーを着た写真を自身のインスタグラムに投稿。翌日、今度はピョナが、全く同じパーカーを着た写真を自身のインスタに投稿したのだ。すでに八木さんは投稿を削除していますが、 かなり大胆他にもアンブッシュというブランドのアクセサリーをお互いによく着用していてファンに関係がバレるのも時間の問題だった同前さらに3月にはこんなニアミスも現在アリーナツアー真っただ中のファンタは3月9日福岡でライブを行った一方ピョナは同日午後11時ごろ福岡の飲食店を訪れていたことを SNS にアップ これはやっぱり、とファンは疑心暗鬼に陥ったのだという。ヤギの熱愛が発覚するのは2年ぶり2度目。ヤギの熱愛が発覚するのは2年ぶり2度目のこと。22年4月、文春オンラインでグラビアアイドルハズキアヤ、32との交際が報じられた。この時はヤギが年上のハズキに惚れ込む形で交際がスタートしたが、報道から間もなくして破局したという。 前出とは別のヤギの知人の話、ピョナさんと葉月さんはとても似ているんですよ。抜群のプロポーションやビジュアルをはじめ、姉御肌でサバサバした性格もそっくりです。今年の1月以降、取材班は、ピョナがヤギの住むマンションに足しげく通う様子を何度も確認。ピョナは合鍵を使い、エントランスのオートロックをくぐって、国宝級イケメンの元へ急ぐのだった。 元カノの葉月さんと交際している時は、八木さんが交際相手の家に転がり込んでいたが、今回はピョナさんの肩が通っている。恋人と少しでも長く一緒にいたいのでしょう、どうまえ。とはいえ、国宝とカリスマ、多忙な2人だけに会える時間も限られてくる。そこで最近では、こんな計画が持ち上がっているという。彼と同棲する。 とピョナさんは、周囲に話ししていました。2月ごろから着々と準備を進め、現在はすでに新しいマンションへ引っ越しを終えたそうです。ぴょなの知人。2人の交際や同性についてそれぞれの事務所に事実確認を行ったところ、八木の事務所は、プライベートは本人に任せていますが、友人のお一人と聞いています。と回答、ぴょなの事務所も、プライベートなことであり、 その点は本人に任せておりますが、友人の一人と聞いています。と回答した、少子が目撃した国宝級の通い合い、ファンタスティックな恋の行方はどうなるぴょな現在、週刊文春電子版では、ファンタスティックスヤギ優星と小悪魔モデルの、通い合い、スクープ記事を全文を配信している。国宝級イケメンと小悪魔モデルというファンタスティックなカップルの慣れそめから、 普段のデートの様子、将来の計画について商法。今年になって相次いだツーショット目撃情報の理由や消された、匂わせ写真も掲載している。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。